きました。いや本当です ね、 ね、はい、さて今日のゲームを振り返ってまいります。まあ、今日のゲームはブルペンで吉田和正、平井克典の先発で始まって初回です。吉田の立ち上がり、ワンアウトのあと源田がセンターの右へ、これがツーベース。今日源田は大当たり、ねえ、ランナー二塁でこのフォークボールを捉えた森、ライトのタイムリーヒット、1点先制です。今日の吉田は追い込んでからのフォークボールが甘かったですよ ね、はい、ね。さあ先発平井は立ち上がり、先頭バッター福田、これがヒットになってランナー背負うんですが、その後、まあ、ランナーこれで、ね、一塁という場面 で、ね、これ三振ゲッツになるんですが、はい、その前にも福田が盗塁失敗ありました。助けてしまう、バリクエストで判定覆ってアウト、初回0点です。バウロース。さあ2回です、ランナーセカンドでツーアウト、木村がセンターに打ち返してタイムリーヒット、2回です。3回です、3回もライオンズはチャンスを迎えてツーアウトながら三塁二塁、ここは獅子吉田踏ん張ってスタンデンバーグが打ち上げてショートフライ。吉田は結局3回59球失点2で降板です。4回、荒西がマウンドに上がってランナー満塁でバッター山川、このボール捉えてレフトへ2点タイムリーヒット。荒西もそうでしたよね、これ追い込んでからの甘いストライクですかね。そうですね、それを逃しませんでした。さあ好投する平井、5回先頭バッタージョーンズが右中間を割っていくんですが、まあ、これがバファローズ2本目のヒットですもんね。そうですよね、本当に球数少なくね、まあ、その後ツーアウトになって宗もショートフライト、5回は無失点という平井、55球という好投でした。6回です、ランナー3塁に置いて森が今日これが2本目のヒットはタイムリーヒット、5点目が入ります。6回、まあ、オリックスはこの回です ね、 ね、満塁で、まあ、3つフォアボール、はい、ピッチャー野田、吉田正尚、ここは押し出しのフォアボール、1点返して5対1、その前に今井がフォアボール3つ出してきたんですね。ここで1点返して小田が、ね、うまく打ってしまいでですね、これがタイムリーヒット5対2とします。なおも3点差で満塁というチャンス、まあ、ここで宮川マウンドに上がってジョーンズを三振に打ち取ります。さらにロドリゲスの内野フライ、インフィールドフライ、中川も3・2までいったんですがスイングアウトの三振、宮川がこの満塁のピンチをねしっかり抑えましたね、素晴らしいピッチング。7回です、バファローズはランナー2人置いて吉田正尚の当たりは三塁線、レフト線にボールは入って、これがタイムリーツーベース。まあ正尚はね、はい、本当にストライクはしっかり仕留めますよね。5対3、そしてこれは9回です、吉田亮がマウンドに上がってスタンデンバーグ、これがツーベース。その後ツーアウトランナー三塁となるんです。吉田亮もツーアウトまで持ってきたんですが、源田がこのボールを三遊間運んでタイムリーヒット、まあこの1点も6対4という、6対3という3点差、そして9回、ここもランナー三塁に置いて吉田正尚がタイムリーヒット。まあその後しかしね、チャンスはあったんですが、最後はロドリゲスサードフライに倒れて試合終了、6対4、4番5番でしたね、はい、まあ、本当あと1本というシーンが、ね、はい、藤井さん今日何度もありましたね、ありましたね、はい、本当あの逆転